の人たくさんいるのでまあそのでもなどうしようかな、ランナーの人の後ろからギュッて手にいってやろうかな危ない危ない、なんかの感触がまあそんなのやりますね。はい、はい、みやさんから、はい、私は乱視なので月の道が階段から普通に見えます。あーすごいですね、素敵、それもでもいいよね、それも幸せだよね。うん、うん、私あの乱視でラッキーって思うのは、はいはい、好きな人が二重に見える時いっぱいみたいないっぱいみたいな、もう最高に私幸せとか言ういっぱい見てくれてるからそうみたいなねいいのかなそれっていいのかな果たしていいことにしましょうよそうですね、そうしましょう、そうまあそんな、あでもなんかさっきさ愛おしいよっていう言葉と同じように、うん、忘れてなかったよって言われた時に泣いた、もう、うん、今鳥肌立ちました、うん、そう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 、なんかね本当にこう自然に合う、なんかこうなんかこうそういういろんな会うということの条件がもう揃わなくなってしまって会えなくなった人がいて、うん、でその会えなくなった人となんかもうたくさんのこの月日が流れてから会った時にそれを言われた時にこう恋人同士とかそういうわけではないけどなんか嬉しかったというか、あ綺麗な位置で私は生きてたんだなって思った。うん、なんかこうやっぱりなんでなんでどうしてどうしてっていう風にこの言ってしまったりやってしまったりしたならば、今までそれこそこう綺麗なこの池にね、綺麗な水の張った池に月が綺麗に映ってたのにそれをかき乱してしまうような気がして、だから私は絶対それはしないんだよね。まあ嫌いな人だったらそこに石投げるけどねジャボーンみたいな、うん、そしてこれが私の返事よみたいなするけれど、まあ大抵私はしないというか、友達関係であれ、まあ、仕事関係でチッて思っててもしないんだよね私は絶対、うんうん、私がしなくて誰かするだろうみたいななんかこのなんか静かに生きていたいというか、うん、だからこの月が好きっていうのも突っ込むなあの月が好きなのもやっぱりこう太陽だけ、どんなに太陽が希望だったりなんだったりいろいろね元気もらったりするけど、あの暑さと眩しさに24時間照らされたら私は気が狂うなと思って、私自身がね、だからどうしてもなんか私は月が好きで、心静かに自分を見つめ返すことができる月が好きだったり、時としてそのなんかこの寂しくなってる気持ちだったり痛いなって思ってるこの痛みだったり、この心の痛みだったり、月を見ることでどこから見てもこの月は一つなんだよね。もし雨雲に隠れてたとしても、たとえそうであっても、あの月は消えることなくここにあるというか、だから私はこう月のこの歌を読むときに盆鐘ってあのお寺の鐘と一緒に歌うんだけど、なんかやっぱりこの思いが揺れるとか、うん、なんかそういう意味でもねとても月が好きで、あの月が今日どんな風に見えるかで自分の心の動きが見えたりとか、大切な人が幸せでありますようにと願えたりとかね、なんかとても好きですね。千葉さんから来ておりますね。さっき私がって言ったのはこのコメントだったんですけど、はい、はい、千葉さんからなるほど、はい、そういう言葉がヒットするのね、勉強になります、言ってほしいよとかですかね。うん、いいですね。どうぞ使ってください千葉さんも。はい、はい、ひーさんから、秋は新チームで気持ち新たにスタートを切る季節なんですよね。次のステージを見るというか、まっさらな気持ちがあります。はい、はい、
愛さんからエリュウさんスタジオではめちゃくちゃ元気そうにしてるけどまた死んじゃうんじゃないかな。元気ですよ。そうです。ですね。ありがとう愛ちゃん。はい。ひーさんのは半期ごとに気が変わるごと、うん、気が変わるあれなんですかね仕事で。うん？あの多分半期ごとに新チームって野球のチームじゃなくて？それとも職場のことかな？どっちだろう。千葉さんはお釈迦様の教えは月の光に例えられます。そっか、およさんありがとうございます、はい。あの今アン・ルイスが流れてますけど、はい、アン・ルイス知ってる？私名前だけしか分からなくて、こういうねなんかねいい感じの曲を昔多分あの2人の今頃の年私が年齢の時に聴いてたって感じかな。うん、イケイケないやいや私は静かでしたよ。ほういやごめんなさい目標のようでしたあらあらもうロックオンですよいやじっと捕まえてそんな意識はないですけどねないんですけどね、まあ、楽しいですよねどの年齢の時も、うんうん、これからですよ何がいろんなことがそうあの就活に向けてそうそうそうこの間あのちょっとねあのあ こんなこと起きたらどうしようと思ってあの私はこういう風にお葬式をしたいんですけどでもこっちでやるのにはあのどうしたらいいんでしょうかってなんか他からね、うん、お嬢さん来てもらってやるとなるとそしたら考えなくていいよってはいはい、うん、はいあ、はい、ひーさんの新チームは野球ですねってやっぱりあそうなんだ、はい、僕の人生の基盤は全て野球から来るんではい、はい、あもう本当に野球大好きですもんねあいいですねちゆさん ね、 あのねグッバイ前だそうあの歌うん、いい歌がありますよ、そんなこんなで、まあ、月のねありますけどこれからなんかさ月を見る感じ変わってくるんじゃない変わります ねもう名前もこんなにたくさんあるんだって初めて知ったので、うんうん、私表情とか ねこの季節によって違うとか気にして見ていこうと思います。ね、いいなんかね私沖縄に住んでからやっぱり一番最初に思ったのが、はい、あれだったの、 あの宮城の月が見たいそう宮城の月が見たいから帰りたいって言ったのがあれだったかな、うん、確かに、ね、そこはちょっと近いかもしれない、ね、宮城の自分の家からあの月が見たいって、うん、そうしかもいつも見ていた景色がねそうもう見れないとか、うん、簡単に見れないと思うと、ねね、ちょっと心寂しくなりますよ ね、 なるねで結局帰って、まあ、ちょっと会って帰ってでまた帰ってきた時に沖縄で見る月も月だなって思ったのその時帰ってきた時に、うん、ああ私沖縄にこれからずっと住める気がするって感じた瞬間だった、うんうん、そこから沖縄でも何だろう月を眺めるというかことをするようになったね。うん、うん本当 それが多分感じなかったら今いなかったかもしれない沖縄に、うん、そうなんですね、うんうん、そうそんな感じですね、まあ、いろんな、ね、見方で月っていうのは、ね、あると思うけど確かに、ね、月好き月より星が好きで小学校の時も家をこすり抜けて家の屋上に行ってずっと一人で眺めてるとかあの今年あのペルセウス流星群がすごいあれだった時にピークの時間を逃してしまってその時間にちょっと寝ちゃったんですよ。でも夜中の3時に起きて一人ベランダでずっと眺めてました。でなんか家族にもあこれ見せたいと思ってこの携帯でなんか撮ってたら早送りに勝手にしてくれるやつあるじゃないですか、はいはいはい、それを撮ってたらあの流星群じゃなくて別のものが映っちゃっておいみたいななんだこれみたいなっていうのがあってもうそれも笑い話なんですけどそうでなんかもう本当に星が好きでなんかお願いしてこの星の なんだっけあれなんかあの図鑑みたいなの買ってもらって一人でこう照らし合わせて見たりとか
うーん、本当に星好きですね。一人でずっと見てられる、ね、いいよね。いいですよね。でも残念なことに宜野湾見えないんですよね、星があまり。明るいですからね、基地の光とか。そう、ね、だからちょっと今度ね、夜食持って行こうか、北部。いいですね。ね、うんうんうん、行こう。そうです、ね、この間私たち、はい、家から締め出しに会いましてね。どういうことですか？一番ちっちゃいのが、うん、はい、まあ、ちょっとコンビニ行ってくるからさって言って、鍵閉めといてねって言ったら、もうレバーまで、レバーまで閉めた。ガッチリやっちって電話鳴らしても起きない、うん、呼んでも起きない、でベランダ開いてるかもってガッツリかかってる。あら、いやー、参ったなと思って長男とこに連絡して、ちょっとお願いできるって言ったけど、まあそれでもちょっとダメだったから、うん、いやいや、コンビニ行ってなんかいろいろ買ってきて車で楽しもうかって言ったら、やっぱり二人とも疲れてたので、ミスター近所行くか。で、あの普天間にあるので、ミスター近所、はいはいはい、そこに行ってなんかおやつ広げた瞬間二人寝てました。気づいたら記憶がないと。あれみたいな、気づいたら寝ちゃったんだ。そうだから仕事場に前の日と同じ服で行ってるんですよ。あ、前の日にちょうど服を買ったんで、秋物の服を買ってて、ちょうどよかったっつって、よかった、それを着て、コンビニで歯ブラシも買ってね。うーん、もう大変ですよね。で、起きないんですよ、寝ちゃってね。そう、朝も起きなくて。あら、起きたの10時頃ですよ。で、どうすんのって言ったら、どうすんの学校って、っていうか、もう悪いけど今かまってる暇ないからさ、私も仕事入ってるしって言って、うん、そのまんま置いて、はいはいはい、そしてまあ学校にね連絡した時に、こういうわけですという話をして、はい、参った参ったっていう日でしたよね。本当に、まあ、そんな日もあってもね、ね、いいんじゃないでしょうか。本当に、ひいさんから来ております。はい、僕の人生ん読んだか、ここ、あ、そうです、さっき読みました、ね、はい、染川さんから、はい、沖縄の月はたくさんの星の中で見えるのかな、北部に行かないと、北部と南部、南城市とかも綺麗でしたね、月。そうですね、うん、あの星も端っこの方に行くと、うん、ですね、はい、はい、Z さんから、はい、寒いけど連れて行きたい人がいる、あ、いいですね。そうですね、喜ぶんじゃないですか、うん、いいの、いいの。はい、でもさ、コーヒーじゃなくココアにしてほしいね、マシュマロとか入れて。そうですね、うん、甘いやつね、うん、そう、生クリームにしてね。自分に行くんじゃないね。まあこういう会話でよろしく。はい、ひいさん、はい、別にね、僕は理解者いなくていいんです。でも、うん、一個人としてこの世界に人間として生存したんだってことが理解できたら嬉しいんで。確かに、あ、でもなんか私ひいさんとは語れる気がして、なんか楽しみでございますけどね。はい、千葉さんから来ております。はい、今日のお土産の月の周りにはでっかい輪がかかってきたので、自然災害に気をつけなきゃいけませんね。そうですね、この頃夕焼けとかもねすごいのでね、ちょっとね、気になります、ね、気になっておりますね。はい、鮫川さんから、大好きなマックの月見バーガーの季節でもあるね。なんかね、月見バーガーすごいですね。うん、やっぱりこの時期に出るから、なんか、なんだろう、ちゆさんなんか可愛いよなと思って。ご住職に可愛いなんて言って申し訳ないんですけど、可愛い。私ね、だってさ、だってちゆさん面白いんだよ。あ、じゃあエリューさん、次の日はあの飛行機の時間までパン屋さんでパン作ってなんか体験でいいんじゃないですかみたいな。いや、体力的に無理です。いい感じでございます。そういうね、楽しい感じで、はいはい、皆さんの月見話はこういう感じだったんですね。なんかもっとなんかこう、あの子と月を見ながら歩ったわとかっていうの出てくるかなと思ったんですけど、誰も出てくる、出てこなかったですね。これもよろしいかと、はい、はい、お後がよろしいようで、はいはいはい、てなわけで20秒後、はい、早いわ今日、ちょっとビーチボーイズで、はい、はい、音楽だけ変えますね、はい、
なんかもうそうですね、月というものをテーマに選んだのはやっぱりちょっと私の中でそれなりに意味があったといいますか、なんか私の中ではこの月というものがなんかやっぱり思い人というかね、片思いの誰かとか、遠い昔というか、この何でしょうかね、このいろんなこの歌が読まれてる時代の人たちのことを思いながらとかね、なんかこの時間の流れるのをすごくこの他の星とか、まあね、太陽とかそういうのとは違って、月っていうのはなぜかこの今のこの月を見てても不思議とこの時間の流れを感じるというか、時の流れを感じるというか、そういう部分でこの時間軸というかね、そういうのをこうふと思い起こしながら誰かをこう思い出して、こうだよねとか、あと未来というか、なんかそちらに思いをね馳せるというか、なかなか会えない人のことを思ってみたりとか、あとはね、まあ身内のことを思ってみたりとか、なぜか誰かを思う時っていうのは月っていうのはすごいキーワードになるなって思いましたね。でそのなんか子どもの頃ありましたよね、月ではうさぎがお餅をついているとかね、なんかそういうのがよくおばあちゃんとか母親とかからこう聞きながら、十五夜の名月の時にすすきだなんだこうね、いろいろ飾り付けをしながらいろんな話を聞いたりするわけで、でその頃の祖母の話を思い出してみたりとか、なんかそうなるとやっぱりこの生命の不思議を感じるというか、誰かとのつながりの不思議を感じるというか、なんかこの今この瞬間は手をつないでないのかもしれないけど、ふとぬくもりを感じたりとか、これから秋がどん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 進んで冬に向かっていくわけですけど、その秋の夜長になんかね、ふと内地だったら障子とかふっと開けた時にそこから月が見えるのを感じた時に、皆様誰を感じてこの月を眺めているのかなとか思っちゃいますね。さあ私はこの秋の夜長誰を思いながら月を見るんでしょうかね。きっと皆さんの幸せを願いながら月を眺めているのだと私は思いますけど、ではでは、エンディングに行きますね、はい、マイクあげます、はいはい、あっという間、なんか今日は2時間早かったような気がしますね。あっという間ですね。あっという間ですね。はい、若不思議はすごい、なんかちょっとズドーンって長くて、ズドーンとね、はい、なんかそうね、なんかアイちゃんがさっき、アイって呼び捨てにしないでよなんて言ってたけど、なんかいい、私はなんかいいな、呼び捨てにされるって、相手にもよるけど、うん、なんか呼び捨てにされると近い感じがするよね。確かに、うん、あ、相手には言いますけどね。あ、そうですね、確かに、確かに、していい人と、うん、してはいけない人と、うん、愛ちゃんと小遊三さんの話楽しいですね。酔っ払ってダンスしないでねとかって、なんか可愛いですね。なんか呼び捨て、私ね、ちゃん付けが嫌いで。あ、そうなんですか。うん、嫌い、うん、はいはい、エリューちゃんなんて呼ばれるとペットボトルひっくり返してね、殴るぞって。なんかそわそわしちゃうとかですか。なんかね、はーんって思っちゃ う、そんな仲良くないよみたいな。あ、はーはいはいはい、ちゃんってあんまり好きじゃないへ、うん、なんかやっぱりさんでしか呼ばれたことないから、うん、急に詰められたみたいな感じに、と入りすぎ入りすぎみたいな、そんな感じになっちゃうとか。なるほど。そう、エリアさんで呼ぶ以外の関わりって
大体エリューってもうなっちゃってるから、うん、おーみたいな、うん、どっちかしかないからなんかこの居心地が悪いっていうか、うん、このちゃんってどの皿に乗っければいいのみたいなそうそうそう、そんな感じになっちゃいますね。まあ慣れておきますよ、うん、はい、お願いします、はい、はい、でもなんだろうな、どうですかね、みんなは月誰を思いながらみたいな、やっぱりそこよね、そうですね、ね、はい、誰かな、多分食べ物じゃない、食べ物、食べ物、うん、お団子、ああやっぱりね、うん、ああ愛ちゃんは親しくても呼び捨てにされたりする、なんか愛ちゃんって愛ちゃんって感じだもんね、うん、あ、ブルガリさん久しぶりじゃないですか、昨日は待たせたな、来たせって、本当あのね、はい、ブルガリさんはいつも久々にいつ来ても、はいはい、待たせたぜってくるんですよ本当、はい、ひーさんぶっちゃけ明日終わっても後悔ない、で人生だったら何でもいいんだろうなって思います、私ね多分、お、ひーふみさん久しぶりごっくんちょ、そう、はい、あのひーふみさんもごっくんちょなんですよ、なんだろう、私もやっぱりもしねあと1週間しかないって言われても、うん、今と変わらない生活しますね、あ、うん、特別なことをするわけではなく、うん、普段と変わらない生活を普通に、ただどうしても会いたい人には会いに行きます、うん、うん、本当にそれだけはね、うん、やっておきたいですよね、飛行機チャーターしても行きますいいですできるかってしょ、ね、うん、気合で、そう、あとはもう何も考えず電話しますね、うん、うん、もう時間がないんだったらみたいな、うん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 、どうします1週間って言われたら、1週間って言われたら、うん、私も会いたい人に会いに行きますね、うんうん、なんか自分の生活をどうこうではなくて、うん、もう悔いのないように思いを多分伝え続けると思います、うん、人に、でラスト3日間はもう家族のためにご飯を作り続ける、私は、あ、うん、いいですね、ラスト3日間は、うん、うん、1週間って言われた初日にはごめんみんなごめんって言って会いに行って、うん、で次の日帰ってきて残すところ6日か、うん、じゃあまあ神棚掃除かみたいなね、うん、でもラスト本当3日間はずっと子供たちのためにご飯を作る、うん、うん、かな、うん、ね、はい、おにぎりだね、塩おにぎり、うん、はあ、そうですね、愛ちゃん行きますよどうしても会いたいって、そうね、うん、でもどうだろうね、会いたい、そうね、会いたい人たくさんいますね、電話で済ますかそんなこんなで今日のこのエンディングのラストになってきたらね、皆さんすごいこうバーッと出てきてますが、嬉しいですよね、こうやって皆さんがこちらにね意識を向けてくれて思いを寄せてくれて、はい違うよ、なんかふと出ただけ、ひふみさん、はい、ヤギ座 B 型長男猫舌ね、そんな感じで、今日もそんなこんなでなんかありましたけど、来週はもう10月に入っていると、そうですね、10月何日、来週どこ見たらいいんだろう、 1、2、3、6、6日、じゃあ6日にはどんな話でいくか、そうですね、なんかこんなの話してみたいとかあります、やばい、それどこじゃない、はい、いつものあいつを言わなくちゃ、あ、そうですね、うん、時間が、はい、てなわけで今日もいつものあいつに行きたいと思います、はい、では愛してるよ、はい、愛してるよなんか若い子の愛してるよ、可愛いですね、私も今週もね皆さんがもう思い切り楽しめる心が穏やかでいろんなことに挑戦できるような1週間でありますようにと願いを込めて、皆さん思い切り愛してるよ。いや皆さん本当に、ってなわけでお疲れ様でした、皆さん来週も皆さんにお耳にかけることを楽しみにしております、ではではおやすみなさい、はい、ありがとうございます、OK、今日何だろう、早かったり遅かったり
あ、ミキサーじゃなくて、ね、あ、はい、なんかこの会話のテンポが、あ、多分私がちょっと疲れたな、うん、ちょっと多分私が今疲れたな、うん、大丈夫です、大丈夫です、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、今日も楽しくやりました、もうありがとうございます、私も楽しくあれ、どっから通ってるの、はい、どっから通ってるの、ちょっと一般追加数聞きます、あ、そうか、そうか、すいません、ここに行ったらね、